こんにちは、チャックバスです。今私は、羽田空港の国際線にいまして、今 FFC 修行中でこれからクアラルンプールに行くんですけども、搭乗までねちょっと時間がありますのでランチで行きたいと思います。今回は、スイーツラウンジの利用券を購入しましたのでスイーツラウンジに行きたいと思います。こちらになります。丁寧ランチ出ました。ごちそうとしましてはシアトラウンジでいいんじゃないかっていう感想です。いやー、もちろん ANA の店員さんとかもすごく多くて丁寧で、ダイニングエイジっていうレストランもね、入れたらそれはまた別かもしれないんですが、私は9時過ぎぐらいに行ったんですけど、個室エリアは満席、レストランも満席、シャワーブースも満席。まあシャワーブースもレストランも全部順番待ちで順次案内みたいな感じだったんですけど、利用してそれが使えないっていうのが。まあ早く行ければいいじゃんっていう話なんですが、何よりね、すごい混んでましたね。ティアトラウンジがすごく空いてて、本当に快適でした。結局ね、スイーツラウンジには1時間ぐらいしかいなくて、その後ね、ティアトラウンジに移動して、シャワーをね、浴びました。ということで、まあ、今回の動画はね、この感じで終わりたいと思うんですけども、スイーツラウンジ、まあ、メルカリ等々でね、5000円ぐらいで買えますんで、利用してみたいという方は、ぜひ一度買われて入ってみてはいかがでしょうか。今回の動画が役に立ったという方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。